ねえねえおたまちゃん。何玉吉くん。我が家のゴミ当番って毎度おとんなんだけどさ。<laughs> そうだろうね。燃えるゴミの日は家中のゴミ箱を一つの袋に集めて空気を抜いてからしっかり縛るわけよ。かさばらないようにね。はい完了ってなった途端にもしや伝説のあの方が待っていたかのようにそうその伝説のおかんが追加のゴミを持ってくるわけ やはり。おとんとしては、生ゴミの匂い漏れがないように比較的しっかり縛るわけよ。追加は別の袋でいいんじゃないの量が微妙なのよ。 むしろ少しだからその袋で捨てちゃいたいわけね。で、縛った袋の隙間を見つけてねじり込むという光景。またやってるってか。一応おとんも学習してるから、そういう時に備えて最初の頃より縛る力を抑えてるっぽい。おかんの行動にはいつでも対応できるのが玉吉おとんだもんね。よくご存知で。しかも、このまま終わらないのが我が家なのよ。続編があるんですね。 おかんが突然くしゃみをするティッシュで鼻を噛む一枚で足りずもう一度噛むゴミが出るそうしておとんちょっと待ったーってなるんかいそうそうでおとんがはいはいって差し出してまたわずかな隙間からおかんが差し込むという流れなんだか幸せな光景ですなまあねー <laughs>